ギオーム・シゼロンは、フランスの男性フィギュアスケート選手。パートナーは、ガブリエラ・パパダキス。世界フィギュアスケート選手権、優勝3回。ヨーロッパフィギュアスケート選手権、優勝5回。2018年ピョンチャンオリンピック銀メダル。2015年世界フィギュアスケート選手権9歳から10歳の、頃にかけて、コーチでもある。 パパダキスの母のカトリーヌの勧めでチームを結成した。2009から2010シーズンにジュニアグランプリシリーズにデビューした。2012から2013シーズン、リオンに移籍し、ミュリエル・ザズウィのチームに加わった。ジュニアグランプリシリーズでは2大会連続で金メダルを獲得。フランスのカップルでは初めてのこととなる。続く、ジュニアグランプリファイナルでは、 銀メダルを獲得。フランスのカップルでは、初めてのメダル獲得となった。世界ジュニア選手権では SD 2、SD2 FD に向けての練習中にパパダキスが足首を、負傷し、テーピングをして挑んだ FD では演技の中断があった。ものの、銀メダルを獲得した。2013から2014シーズン、シニアクラスに行こう。 初めてのシニアの大会のニース杯で優勝。エリック・ボンパール杯で5位、ロス・テレコム杯で7位。欧州選手権は、ナタリー・ペシャラ、ファビアン・ブルザ組の代わりに出場し15位。2014から2015シーズン、コーチのロマン・アグノエルと共に、カナダのモントリオールに練習拠点を移し、マリー・フランス・デュブレイユ、パトリス・ローゾン夫妻のチームに加わった。中国杯では、 グランプリシリーズ初の表彰台を優勝で飾った。エリック・ボンパールハイでも優勝し、グランプリファイナルに進出。そこでは、銅メダルを獲得した。欧州選手権では SD で、初の70点台を出し1位。FD でも、自己ベストを更新し初優勝。前年の15位から大きく、ジャンプアップした。世界選手権では、 SD4 にスタート、FD では大きく自己ベストを更新し逆転優勝。フランスのカップルとしては7年ぶりに世界選手権の頂点に立った。20歳での優勝は1975年のアンドレー・ミネンコフ以来40年ぶりのことである。2015から2016シーズン、8月の下旬の練習中にパパダキスが転倒し脳震盪を起こした。 大事をとってエリック・ボンパール杯と NHK 杯の出場を辞退した。フランス選手権では連覇を果たした。欧州選手権では SD2 から逆転優勝した。世界選手権では SDFD すべてのエレメンツでレベル4を獲得。FD の歴代最高得点を更新し連覇を果たした。2016から2017シーズン。 フランス杯で優勝。NHK 杯では、同門のテッサ・バーチュ、スコット・モヤ組に次ぎ。続く、グランプリファイナルでは2年前から順位を上げ銀メダルを手にするも、バーチュ、モヤ組に敗れた。欧州選手権では、タチアナ・ナフカ、ロマンコ・ストマロフ組以来、11年ぶりに3連覇。バーチュ、モヤ組と3度目の直接対決となった、世界選手権では、 FD で歴代最高得点をマークするも SD ので遅れが響き2位だった。2017から2018シーズン中国杯から ISU 公認の大会4連勝。いずれも連勝するたびに FD と総合の歴代最高得点を更新するという快挙であった。バーチュ、モヤグミと5度目の直接対決となった。ピョンチャンオリンピックは SD で演技中にパパダキスの 衣装がはだけるアクシデントに見舞われて、バーチュ、モヤ組に続くニートをくれた。翌日の FD では、自らの2種目の歴代最高得点を更新したが、直後に、最終滑走のバーチュ、モヤ組に、さらに総合の最高記録を更新されて、銀メダルに終わった。バーチュ、モヤ組が休養に入った、世界選手権は SD でのパパダキスの、 衣装アクシデントがなく完璧な演舞を見せると勢いが止まらずに3種目での歴代最高得点を更新。2年ぶりの優勝を飾った。2018から2019シーズン NHK 杯からの指導予定だったが、現地10月31日の練習中に転倒し腰を負傷したため NHK 杯を棄権。フランス国際からの指導となり、連覇を狙っていた。 グランプリファイナルは絶望的となったが、それでもフランス国際以降の ISU 公認の大会3連勝を3種目での歴代最高得点更新連発で決めた。その後の国別対抗戦はフランスチームのアイスダンスメンバーとして出場したが、RD の追イズで自らふらついたのが響いて、連続の3種目歴代最高得点更新こそ止まったが、 FD と総合得点で歴代最高得点を更新。アイスダンス部門のトップとなった。2019から2020シーズンは前年度に続いてフランス国際から主導し RD で歴代最高得点を記録したが FD は思ったより得点が伸びきれなかったものの優勝だけは確保した。その後の NHK 杯は RD で アイスダンス初の90点台を記録するなど3種目歴代最高得点更新しての圧勝で2年ぶりにグランプリファイナルの舞台に立った。しかし、GEP ファイナル本番は RD がミッドラインステップで、パパダキスがスタンブル下のとツイズルでの緩い回転が響いた。どころか FD も得点が伸びず、2017年中国杯から続いた。 ISU 公認大会での一つ以上の種目歴代最高得点更新が途絶えたが2年ぶりの優勝を果たした。6連覇を目指した欧州選手権は RD で首位に立つが2位のビクトリア・シニチナ、ニキータ・カツァラポフ組とはわずか0.05ポイント差と逆転されてもおかしくない位置に立ってしまう。そんな中で迎えた FD はステップのミスやパパダキスがスタンブルする。 そう、本来の出来ではない結末となり、死に妻、カツアラポフ組の逆転優勝を許して、準優勝に終わった。パベタキス、サイゼランアメイズドバイサドンサクセスパパダキス、シゼロン組、エリック・ボンパール杯と NHK 杯を欠場へ、ハット、パベタキス、サイゼランはウィズドロー・フロム・グランプリ・ハット、アイスダンスで、普通代表の衣装は抱ける、選手は、アクムと、 涙ぴょんちゃん五輪。ヤフーニュース。2018年2月19日閲覧。オープン参加で、ジュニアクラスとして出場。ありがとうございます。